そこ母屋だったんですよ。で、母屋解体して広くなっちゃったしなぁと思って、でもこうやって置いたままだったらまた草だらけになっちゃうでしょ。こうやっとけばどうしたって手入れをしとかないと、うん、しょうがなくなっちゃうから、この方がこう綺麗になってるかなと思って、相馬の人が新聞見たんですけども、遊びに行ってもいいですかっていうんで、なんか一頭だけ連れて、でも2時間ぐらい遊んで行ったね。また来させてくださいなんて言ってました。ここを今うちの弟の会社でやってもらってるんだけど、ここで食事をしたりなんだりできるように、冬場もあったかく住めっかなっていうんで、床暖も入れたんですよ。ワンちゃんたちも一緒に入れるように、うん、今向こうで話してる奥さんたちは毎週来てます。仙台に避難した時に皆さんにお世話になったんですよ。だからまあうちだけじゃなくてね、みんなに使ってもらえればあれかな。はい、では、タブレットチームにもう一人5月1日から新しいメンバーが加わったのでご紹介します。村上さんです。はい、村上明俊です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。村上さん今どこに住んでるんですか？役場の敷地の隣にあるアパートを借りていただきましたので、そこに住まわせていただいてます。なぜ鍋江町内に住もうと思ったんですか？せっかく役場に雇っていただいたんで、やっぱりその町内に住むというのがまあ一番かなと思いました。そうですよね、はい、希望したら、はい、ちょうどアパートを直していただいて、はい、で入れていただきました。なるほど。浪江には何か縁があったんでしょうか？で、私自体がもう50何年ぶり、生まれてから何年かで、生まれがいわき市なので、福島県いわき市なので、うんうんうん、何かのご縁かなと思ってやってみました。そうですね、はい、浜に縁があったんじゃないですか？ありがとうございます。はいはい、それではあれですね、タブレットの講習会でお会いした町民の方もいると思うんですけれども、まあ、改めて今後タブレットの講習会なんかでも町民の皆さんにお会いする機会があるかと思いますので、ぜひメッセージをお願いします。はい、はい、何かご縁がありまして、浪江に呼んでいただきました。で、タブレットの仕事ということで、この以前ビデオの制作という仕事をやってたので、この経験を生かして皆さんにいい映像、いい、作品を作れるようにアドバイスできればと思っております。わかりました。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、はい。